皆さん長らくお待たせいたしました。これからですね、あの店長の一言、ご挨拶を申し上げたいと思います。その前にですね、一つだけ、皆さんにお伝えしたいと思います。本日ですね、立体駐車場にお車をお止めのお客様、この後セレモニーが終わった後にですね、警備員の方でご案内をいたします。それで警備員の誘導に従って、立体駐車場の方ですね、進んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは、ただいまよりですね、閉店の、挨拶をさせていただきたいと思います。福島店店長吉田よりご挨拶させていただきます。それでは吉田さん、お願いします。ただいま紹介ありましたイトーヨーカドー福島店店長の吉田でございます。皆さん、本日はこのような遅い時間までお付き合いくださいまして、本当にありがとうございます。従業員一同を代表いたしまして心よりお礼を申し上げます。またお集まりいただいた皆様に一言、ぜひ感謝の気持ちを申し上げさせていただきたく、この場に立たせていただいております。このような多数の方にお集まりいただけると思っていなかったもので、ちょっと人数に対してマイクがちょっとしょぼくて大変申し訳ございません。本来はもう少し高性能な設備を用意していたのですが、ちょっと直前に使えないということが判明いたしまして、急遽このようなハンドマイクでのご対応となってしまったことをお詫び申し上げます。途中新幹線が通りますと、お話を中断してしまうかもしれませんが、ぜひご容赦くださいませ。ただいま店内では蛍の光が流れております。私が人生で聞いた中で一番悲しい蛍の光でした。最後の、十数分間、その玄関の方に立たせていただいて、皆さんをお見送りさせていただきました。本来でしたら、私たちの方からありがとうございました、またお越しくださいませとお声掛けするところでありますが、本日は、皆様方の方からありがとう、今までありがとうお声掛け多数いただきました。私本当にここで泣いたらかっこ悪いなと思いながら、ついにまたお越しくださいませという言葉は今日は言うことができませんでした。お集まりの皆さん、イトーヨーカドー福島店は本日ただいまをもちまして、39年間の営業を終了させていただきます。長きにわたりましてご愛顧賜りましたこと本当にありがとうございます。従業員一同を代表いたしまして心より御礼申し上げます。後ろの方聞こえてますかね、すいませんね、マイクが高性能ですいません。イトーヨーカドー福島店は、1985年1月にオープンをしております。その後、1997年に増床改装オープンを果たし、その後現在の形での営業を続けさせていただきました。39年前、当時の社員から決意表明が発せられております。その決意表明は今では額縁に入りまして、事務所の私の隣のところに飾ってあります。その決意表明、誓いの言葉というタイトルで飾ってあります。その一節にはこのような表現がありました。駅西口商業の核として福島の皆様と地域の発展のために尽くしますと、そのように記載がありました。それから39年が経ち、今私たちはその役目を終えさせていただきます。長きにわたりましてご支援賜りましたことを本当に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。ちょっとこれ以上喋ると涙が出てきそうなんですが、もう少し喋ります。皆さん今日お買い物されたかと思うんですが、2階の特設コーナーに、お客様から皆様から、頂戴した、お客様のお声をいただくコーナーを設置しておりました。
皆さん見られた方いらっしゃいますかね。あ、かなり見られてる。あ、じゃあ書いていただいたっていう方いらっしゃいますか。 ありがとうございます。実は今日現在で3000枚ほどのお声を頂戴しております。そのうちの100-30枚ぐらいは今ここにいらっしゃる方が書いていただいたと思うんですが、私毎朝そのメッセージを読んでおりました。その中にはですね、小さい頃から親と一緒に買い物に行っていたとかですね、部活の帰りにポッポで山盛りポテト食べてましたとかですね、さらには小さい頃親と一緒に買い物に行っていたけど今親になって、子供を連れて買い物行ってますというお声もありました。まさにこのお店は皆様方と一緒に成長させていただいたお店です。今日残念ながら閉店を迎えてしまいますが、本当に今までありがとうございました。最後になってしまいますが、お集まりいただいた皆様、福島の皆様の今後ますますのご活躍と福島の町のさらなる発展を祈念いたしまして、私からの挨拶と返させていただきます。最後に閉店が決まって以降も欠けることなく今日までお客さんのためにと今日まで頑張ってくれた従業員一同が後ろに控えております。私自身も本当に心から感謝を申し上げたいところですが、皆様からもぜひ温かい拍手を頂戴いただけないでしょうか。今まで本当にありがとうございました。この後、お店のシャッターが、閉まることになります。そのシャッターが再び開くことは、しばらくないのかもしれませんが、ぜひ皆さん、今日このお店の風景を目に焼き付けていただいて、お店の看板はなくなってしまいますが、ぜひ皆様の記憶の中にはこの糸魚川堂福島店と、最後まで頑張った従業員がいたことをぜひ記憶の中に留めておいてください。それが私からの最後のお願いでございます。ありがとうございます。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。